にちは、コーヒーメーカーのパックンです。どんぐらい前かな、 2,3 週間前ぐらいのスタバの動画が最後になってると思うんですけど、申し訳ないんですけど、まあね、ちょっと今全国的にね、コロナウイルスもあり、雨がすごく降ってて大変だっていうところもありまして、まあ言い訳ですけどね、皆さんこちらの動画覚えてますでしょうか。これをちょっと習得していきたいなと思って、ちょっとゆりちゃんに教えを請いに来ました。練習動画。そう、指笛をですね、練習しますって言ったまま時間だけが過ぎていて、実はね、こっそりやってたんですけど、僕はマジでコツがつかめなくて、ただなんかたまにピロって音が出ることがあるんですよ。その成果をね、今日は皆さんにお見せしていこうかなと思って。ほな、行くで。じゃあ早速ですけど、聞いてください。行きますよ。ね、なんか出てるでしょ。もうちょっとな感じするんですよ。なんか綺麗にこうピーピーっていう音が出ないんですよね、なんか僕。あーでね、出ましたね、今ね、出たわ。いや、今の音がね、どうしても出せなかったんですよ、ずっと。この前の動画投稿したのいつだっけ、ちょっと後で確認しておくんですけど、全然やっと出たなっていう感じでもね、本当はねこれでやりたいんですよ。こうなんかこうやってさ、ピューってやる、なんか西部劇とかさ、西部劇かな、わかんない、俺のイメージが西部劇なだけかもしれないけど、こうやってピューってやるのが理想でもね、親指が俺太いからさ、小指口ギリギリなんですよね。いけんのか。なんかまだ空気がプシューって抜けてるような気がするんだよな。もうちょっと練習してからまたあげますわ。まあコツとかあったらね、ぜひ参考になるサイトとかあったらぜひ皆さん教えてください。僕もいつかね、このピューっていうのでね、レストランでオーダーをしてみたいと思っているのでね、この間指パッチンでレストランでってやって、シェフじゃない、注文取る人来るかなと思ったら来なかったんで、今度はもう確実なこのピューっていうやつでやっていきたいと思います。じゃあ今日のところはこの辺で、グッドバイ。チャンネル登録よろしくね。